こんばんは。フランケン劇場始まります。このチャンネルはみんなが面白いと思う動画を投稿していくからよ。みんな見てくるよな。はい、どうもフランケン劇場です。本日はですね、スーパーで珍しいものを売ってたので購入してみました。こちらです。ボラの卵。この寒い時期ボラは美味しくなるって言いますけどね、そのボラの卵で今回はからすみを作っていきます。果たして珍味になるのでしょうか。まずはですね、ボラの卵をまだ血管がいっぱいついてあるんで、こちらを爪楊枝できれいに取っていきます。優しく優しく扱っていきます。とは言いましてもね、もう何箇所か弾けてるんで、ほんと丁寧にやっていきます。おお、思ったより柔らかい。白子並みに柔らかいです。こういった感じで取っていきます。あんまり触りすぎるとね、皮が破れて卵も出てきますんで、これぐらいでいいと思います。それでは次のステップ、続いてはですね、先ほど血管を取りましたボラの卵をキッチンペーパーでよく拭き、塩漬けにしていきます。もうだいぶ皮も破れてるんでね、丁寧に丁寧に扱っていきます。水分を取ります。塩に漬け込みます。はい、だいたいこれでね、約1週間ほど置いて中の水を抜いていきます。Let's try! 今日も Enjoy Cooking! Very good, very good, very good! ですね、本日はからすみ作り、始めてから1週間ちょうど経ったところですね。料理酒につけていきます。からすみが料理酒に使っています。まあここでちょっとフランケン技術をこだわったんですけど、料理酒だけじゃちょっと面白くないなということで、香り付けに干し椎茸と桜えびを入れました。使ってますね。いつでもスマイルしようね、とんでもないことが起きてもさ、楽しくスマイルしようね。はい、ということで今日から5日間ほどつけていきたいと思います。まあつけたからといってね、まだ終わるわけじゃないんですよね。まだ次の工程で5日間天日干しする作業が残っております。楽しみですね。それでは冷蔵庫から出していきたいと思います。ついでに冷蔵庫の紹介もしていきます。オープン。うわー、結構散らかってますね。こちらは調味料、調味料、お茶、ドリンク、まあ野菜だったり、まあいろいろあるんですけど、奥にはホイップクリームが見えますね。こちらがからすみです。ホッケがありますね。それでは出していきます。
どんな感じになってるのでしょうか。あーペン、おお、料理酒のいい匂いがしてます。出汁がしっかり出てそうな色をしてますね。ちょっと匂いを嗅いでみます。おおいい出汁の匂いがしてます。これ大丈夫かな、卵がバッチリ開いてるとこは開いてますけど、引き続き丁寧に扱っていきましょう。それではね、続いてこちらは干していく作業に入りますので、カラスミを取り出していきます。ここで水を切っていきたいと思います。うまいのかな、ちょっと初めて作るんで容量も全然わからないんですけど、こんなのでいいのかな。それでは続きは次の動画でお楽しみに。まあ、こちらのだしはね、まあ、捨てるのももったいないんで、まただし巻きとかにも使っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。